果てしない雪の線路をホセンクインは日がな一日歩き続ける。ハンマーの音が雪の中に吸い込まれるような北国の冬、時折通る列車がご苦労さんと挨拶をしてゆく。北海道のカリカチトンネルは地下水が凍って厚い氷の壁を作っている。天然の冷蔵庫の中で石狩線路班の人たちはツルハシを振るって厳しい寒さと戦う。一日にトラック一台分もの氷を削るのだ。国電ラッシュの中で働く東京の保線クイーン、砂利固めのタイタンパーが電車の音を消してしまうので見張り係の人は一瞬も気を許すことはできない。詰められるだけ詰めた電車のダイヤ、笛の音に追いかけられるようなせわしない仕事の連続だ。昼間の作業だとほとんど今もうチキンな状態なんですよ。もう3分以上、4分以上でしょ。で仕事するよりは自分の身を守るのが精一杯な程度なんですよ、現在はね。夜間作業とかなんで今、どうやらやってる程度なんですよね。能率の悪い昼の作業だけではいくら人を増やしても路線の痛みに追いつけないという。深夜終電が通り過ぎた1時過ぎがレールの取り替えなど大工事の時間となる。線路の休み時間はわずか3時間、一時の休みもない重労働が続けられるのだ。午前4時、付け替えたばかりの転鉄機の上を一番電車が通っていく。このところ事故続きの国鉄、厳しい世論の中で保線区の人々は安全輸送のために地道な努力を続けている。